それでいいのね。わかったわ。じゃあパパにリオヤちゃんの決定を伝えてくるわね。無理よ、お仕事なんて。りょういちゃん、またサボりですか？ああ、そうですか。くれぐれもみんなの邪魔をしないように気をつけてくださいよ。